60分一本勝負のシングルマッチを行います。青コーナーより井上京子選手の入場です。本日のメインイベント、ジャパングランプリ91トーナメント決勝戦を迎えました。まずは青コーナー井上京子、山田君と、はい、井上京子とバイソンが決勝戦なんて考えられないでしょ。そうですね、でも子供たちがメインイベント、井上京子さあ、初優勝に燃えるバイソン・キムラだ。いきなり、ゴング前に、こういう戦法で行くんだね、バイソンはね。バイソン、いきなりゴング前に奇襲戦法です。ジャパングランプリトーナメント91決勝戦、バイソン・キムラ対井上京子。あやめにいきなり攻めちゃうっていうのは全日本女子のパターンで多いんだけど、違いますか？そうです、多いです、ね、うん、なんかいきなりやっちゃうっていうの、こんだけ気合が入ってるんだぞ。あー、なるほどね。おっと、バイソン、椅子を持った、まだ T シャツ着たままだぞ。サーティン、素早いですね。サービス、サービス。山田、そしてトヨタを破った井上京子、そしてアジャコンゴを破ったバイソン木村、決勝戦必ずや名勝負が生まれるでしょう。あー、血出ちゃったか。あーっと、先決に舐まれた井上京子、大ピンチです。でもどう考えても井上京子の方が元気印でベビーフェイスっぽいから、それならそれでもうバイソンは徹底的に悪役やっちゃった方がいいね。憎まれるぐらい。さあ、アジャコングとの準決勝消化不良に終わって、やはりここで思いっきりバイソン木村アピールしたい。斉藤さん、はい、やっぱり奇襲戦法、準決勝対アジャコング戦の消化不良、まあこれは初感度というよりもアジャには気の毒な一戦でしたけども、やっぱりバイソンの中にはですね、これで優勝してアジャに花を添えると。まあそうでしょうね、タトルさん、はい、この両者の対決、どちらが優勝すると思いますか？どうだろうね、両方とも勝ってもらいたいけど、はい、立場的にはやっぱりバイソンが勝たなきゃダメでしょ。なるほど、はい、今だってこれはラッシュだとは言えないもんね。どうも危ないのよ京子、でも力は感じられる、なんか力強さは。ラッシュラッシュで攻めるバイソン、先決に守れた井上京子、うわー、バイソンチョップが胸板にヒットした。恐ろしいような技だね、あれね。剣でしょうか、振り向きざま。あー、この井上京子の先決が、試合終わったばっかりの北斗がね、来てるからね。北斗が井上京子セコンドに着きました。バイソンか、それとも井上京子か。ジャパングランプリ91のチャンピオン、優勝者は果たしてこの2人のうち。当てて輝くのは井上京子、右コスチュームの赤、この赤が自分の鮮血を今ペイントの上から見回ってますけども、はじめ見ます。あーっと、張り手、ラフに出たぞ。張り手、これはもう凄まじいです。
あー、トペレ出るさ、井上京子すごい勢いだったのかね、京子に持ってきとき、素早く本番お客ください、井上京子お返し、ミス攻撃です、やられたらやり返し、これこそ勝負のセオリー鉄則、はい、あっと場外パイル、場外パイルドライバー、床にもろに後天からめり込んだバイソン、ピンチです、ある程度北斗がリングの下からアドバイスしてるって感じあるでしょうね、うん、それはあるのかも、量が多いね、さあバイソンが今からカウンタックした、井上が息を吹き返したか、あーっと顔面攻撃だ、キック、そしてパンチ、バックフリップ、井上らしさが出てきたぞ、もうフラフラなんじゃないの、あーっとバイソンのバイソンチョップ乱れ打ちから、痛めた脳天にパイルドライバーです、カバーに入った、カウント2、最上段フライングヘッドバット、カウント2、今のなんかはバイソンらしいんじゃない、もしかしたら届かないんじゃないかとか、今遠かったからみっともないよね、遠かなかったすごい、あー起き上がり、バイソンチョップ新しいパターンを取り入れた、研究熱心だ、そしてカウント2、裏投げのような半回転からスーペック、そして STF です、力強い試合になってきちゃったね、研究熱心、向上心を持った2人のレスラーがジャパングラップリの王座を今争っています、場内キョンボールですけども、井上京子に不安の声援が集中している、バイソンまたもやリング中央での STF、この新しい技がものになっちゃってるね、バイソンね、あの選手としてね、締め技で決めるっていうパターンってどうなんですか、フォール技もあればギブアップ技ってやっぱあるわけでしょ、ギブアップ技の方がやっぱり気持ちがいいわけですか、ギブアップ技の方が大変じゃないですか、大変だってフォールなら一瞬で取れるけど、ギブアップだって本完璧に決まるまでは大変だったし、カパチアにチャン・バイソンこれ崩してラッキーまで変形チーロックです、でも締め技が完璧にできちゃったらそれは簡単なことですよ、簡単、この両選手の表情を皆さんご覧ください、この両選手の表情、血はもう大丈夫かな、一応ね、じゃまだ少し無事いんで、うん、いや一時はどこどこ出ないときちょっと心配だったけど、流れてますよ、流れてる、じわじわと出てる、見えないですか、ここら辺滲んでますね、うん、はい、一回止まったかな、痛々しいですね、ダメか、これは井上京子失敗したレッドベルベルさ、そろそろ覚えられちゃったんだね、あのパターンがね、今日結構指摘されてますね、うん、今日自爆多いですね、これはやっぱね、はい、2回やっちゃダメよ、ダメですね、うん、狙いすまして一発じゃないかな、さあバイソンがチョップをかわして
素晴らしい。フォックスリューヘッドスタンス逆に返して、素晴らしいバランス、天才技巧派井上京子、そして怒涛の攻めを続けるバイソン木村、果たして勝者は、おいてバイソンチョップと見せかけての木村拳だ。今、うん、吹き出しちゃったね。バイソンこそ攻め疲れってやつじゃない、もう今日3試合目の井上京子、そして2試合目のバイソン木村、ボディスラム、そしてバイソン最上段に上がった、反転やられた、ラウンディングボディープレスだ、アウトスーン、あれも百何十回は練習してるね、あのバイソンがあんだけパーフェクトできるってこと。そしてなおも空中殺法でとどめを刺すのがバイソン君だ。2回はダメだと思うよ、そうはいかないよね、やっぱり頑張れ頑張れ井上、2回目失敗しました、チャンスだぞ井上、さあいい、ね、ダイビングエルボードロップ、そしてもう一回足が滑ってね、はぁ、そしてバックに回ってドラマシュープレーショート、頑張れさあ井上京子、カナディアンバックブリーカーから、あカナディアンタイガードライバー、優勝しちゃったね、カバングランプリ初優勝だ、入った12分間では井上京子選手をお願いします、なんか一気に上まで来ちゃったね、皆さんジャパングランプリ91決勝戦、井上京子バイソン木村を破りました、ジャパングランプリトーナメント、おめでとう井上京子、井上京子の勝利となりました、栄冠は君に輝いた、皆さん拍手を送ってあげてください、全部自分のものにしてるね、山田トヨタを下しての決勝戦進出、3人を破っての優勝、価値ある優勝です、松田さん、はい、一言お願いします、うん、一気に上り詰めたね、井上京子は上まで、立野さん、どうでしょうか、感想お願いします、よく頑張ってくれました、そうですね、よくやりましたね、はい、今もう選手になってたでしょ、見事優勝いたしました井上京子、うるうる来た、表彰状91年ジャパングランプリ優勝井上京子殿、あなたは応援法で行われた全日本大出場会認定の91年ジャパングランプリに優勝されましたので、ここに記念品を送り、その栄誉を与えます、優勝した井上京子に上田コミッショナーから認定賞、そして優勝トロフィーです、これはもう本当に拍手して、よくやった、考える恐るべき天才技巧派井上京子、ジャパングランプリ91、3人を破ったこの決勝戦への道のり、よくやりました、おめでとう、
91年ジャパングランプリ優勝井上京子選手です。おめでとうございました。どうもありがとうございました。満場の京子コール、どんな気持ちで聞いてましたですか？はあ、嬉しかったですね。後楽園で1日3回試合ができるっていう、なんか誰にもできないような経験させてもらって、もうそれだけで本当もうすごい、もうプロレスやっててよかったなっていうか、よかったよ、もうプロレスやって。本当もう今日来てくれたね、お客さんね、お客さん本当どうもありがとう。お客さんどうもありがとう。もうお客さんがね、ここまで本当乗せてくれたっていうか、私に力をくれたっていうか、自分だけじゃないっていうか、嬉しいです。どうもありがとうございました。お客さんを乗せてね、そしてムードを作っていったのはやっぱり乗せられたんですよ、お客さんに。分かりました。よかった。本当にでも、おそらく今日後楽園ホールに来たファンの皆さんは満足した試合だったんじゃないかと思いますよ。そうですか、よかったですよ。本当におめでとうございました。はい、どうもありがとうございました。ということはこの後もう一つ試合が約束されたことになります。それはまた今度にしましょうか。はい。次回のブル戦も期待しております。どうもおめでとうございました。ありがとうございました。